はい、届きました、今日実は、秋のつぶやき第130回を配信してまして、その間に届くはずやったんで、一緒に動画撮ろうと思ってたんやけど、ちょっと時間が間に合わなくて、さっき秋のつぶやき終わってちょっとしてから配達に来ました。配達が届きました。はい、なので、別撮りでちょっと紹介していきたいと思います。何を頼んだかというと、ちょっとカゴを持ち上げようかな。いけるかな、どっち、これでいけるか。重たい。はい、オイシックス開けた。あ、無理やわ、見せられ。よいしょ。はい、オイシックスを頼んでみました。なんかね、最近こういう家に届く系のものを私はちょっとハマってまして、お弁当やったりとか、こういう食材やったりとか気になって、お試し価格1980円、多分1980円でしたっていうことで、ちょっと安くなってるし頼んでみようと思って頼んでみたんですけど、早速中を紹介していきたいと思います。どれから行こうかな。じゃーん、たらーん、こんな感じで入ってました。びっくり、葉っぱが入っているではありませんか。これはね、自分で調理するタイプのセット、賞味期限がね、めちゃくちゃ短いよ。5月31日、昨日作って、おとつい作って配送されて、今日が27日ね、25日作られて27日に届いて、31日までにこれを食べてしまわないといけない。なかなか早いけど、まあ、なんとかギリギリいけそう。そしてじゃん、衝撃、人参そのまま来ました。どうしよう、人参めっちゃ使うこと少ないんやな。吸って何かにカレーとかに溶け込ますか。あんまりね、固形の人参食べなくてね、いつもすりおろし器でめっちゃ吸って煮込むことが多いです、私は。あ、これいいよね。じゃーん、ベジールっていう野菜ジュースも入ってました。これがね、めちゃくちゃ良くて、原材料名がもう野菜から始まりの野菜プラスレモン果汁以上、めっちゃ良くない？野菜汁 100% 食塩不使用。はい、好き。色も好き、ピンク可愛い、ピンク好き。はい、揚げ、どうする？揚げ味噌汁に掘り込もうか、か中切り開いて、今おネギが家にあるから、ネギとくるみ味噌混ぜてこの中に挟んで焼く、一時期ハマってた食べ方です。揚げはね、私結構好きで、ネット外したけど、ね、あ、ネットに書いてたんか、これは芯まで丸ごとちびっこはちみつパイナップル、台湾産らしいです。台湾パイナップルって甘いで有名よね。だーん、美味しそう、もう香る。なんかこれ芯まで食べれんねんって。芯まで食べれるのめっちゃ好き。去年初めて沖縄のやつでスナックパインを取り寄せしてから、もう何、パイナップルの実よりも私は芯の方が好物になってしまって、なのでこれはめっちゃ楽しみです。あー、いい香りするね。なんか新鮮さがすごい、めっちゃ伝わるよ。はい、次、あ、プリン、とろり滑らかプリン、絶対美味しいやつや。まあ、普通に美味しいやつよね、これ。
はい、じゃあもう一個食材でいきます。トマト、これもね、なんかね、めっちゃパンパン、もう身が詰まってますよっていう感じのトマト。あ、待って、めっちゃいい匂いすんねんけど、今畑からちぎってきたんちゃうかっていうぐらいの香りがする。めっちゃ美味しそう。食べたいけど絶対洗わなあかんやつやと思う。あ、香りがやばい、香りがやばい。っていうかミニトマトでさ、ごめん、ミニトマトでめっちゃ時間使ってごめん。ミニトマトにさ、見えるかなこの線、わかる？トマトの、普通のトマトでさ、美味しいとされるこの線が入ってるし、何？皮がこんなにパンパンやのに中身が透けてる。はぁ、やばい。これは後で洗って食べようと思う。いいね、いいね。で、これ、じゃじゃーん。化学調味料？化学調味料、無添加のツナ。材料がさ、マグロ、でんぷん、醤油とか、食塩、オニオンエキス。全然悪いものが入ってない。私のために作られたこの化学調味料という素晴らしきツナ。からの、これも作るで。じゃーん。でもさ、これもあんねんけど、もう一個あんねん。これが小ネギ缶を織るサバのみぞれ煮っていうこっちのメニューと、もう一個さっぱり豆腐、豆腐ね、これ豆腐、ネギかつお醤油でっていうメニュー2つ入ってます。もうこれだけでワンご飯できちゃうやんな。これと米と、まあ、さっきの味噌汁でよくね、いい感じです。まあ足りなかったらサラダありますっていうね。いいいいいい。もう一個、お、ジューシー、そぼろと野菜のビビンバと小ネギと海苔、豆腐の韓国風スープ2人前。いいね。これも31日と期間が、賞味期限が短いので早めに作らないといけません。新鮮っていうことやからね、それだけ。わあ、嬉しいな。なんか中に野菜がすごい。これもしこのメニュー作りたくなくてさ、この中の野菜だけ食べたかったら別に使っていいんじゃんって思うんやけど、ちょっと開けてみていい？どんな？すぐ匂ってますね。なんか匂いって新鮮やったりとか、すぐ。やばい。めっちゃいいかもしれない。葉っぱでしょ？ね？卵。これ卵や、温泉卵で、エリンギ、エリンギちゃう、えのき切ったに、人参好きやな、人参さっきの人参、これ一本じゃない、形的にもう一本じゃない刻んだ人参です。で、ネギやね。わあ、ネギ、ネギと豆腐、豆腐、豆腐、どこに豆腐あるん、これ、どういうこと、え、豆腐も混ぜるんかな、豆腐と、え、またネギ、あ、さっきのニラやわ、ニラとネギ。しかもさ、ちゃんと、何これ、スーパーでこんな少ないの多分売ってない、ほんまに。ちゃんとこの料理のためだけの分量ですっていう、すごい。で、まあ上にかける海苔に、最後そぼろやん。これさ、正直私肉食べられへんやんか、お肉苦手やから、このそぼろをやめて、このタレが別でついてるから、タレを使って炒めたらよくない？じゃあそれか、大豆ミートに変更するからね。ありあり、合いびき牛、豚、そぼろ。へえ、すごい、めっちゃいいやん。だから正直このメニューの中で、私お肉が無理やから、まあお肉を大豆ミートかなんか違うものに変更するかするんやけど、卵が無理な人とか、えのきが嫌いな人、にがらが嫌いな人とかも抜いたらいいやん。
ていう画期的、めちゃくちゃいい。正直こんだけいろんな野菜とかが今こんなから出てくると思ってなかったので、めちゃくちゃびっくりしてます。おー、これで1980円のお試しは本当にお買い得なので、まあ続けるか続けないかは皆さんの好きなようにしたらいいと思うけど、一回はちょっと買って損はないと思うよ。めっちゃ安い。私もまた頼むかもしれない。なんかお試しセットやから向こうの人が多分勝手に決めてるんやろうけど、私決めたかな、ちょっと若干夜に寝ぼけたままで買ってるから間違えてたらごめんね。記憶はない、選んだ記憶はない、だからきっと向こうの人たちが選んでくれてると思うんやけど、自分でも食材とか選べたりするらしくて、でほんまに体にいいのがいっぱい入ってるから、わあいいねいいね、だいぶテンションが高いです今。お気に入りお気に入り、楽しい。ぜひみんなも一回、試してみてください。なんかいい感じか、あの献立を考えなくて済むっていうのももうすごい重要なことね。これはね、めんどくさい、今日何にしようかなって、この考える時間がすごいストレスやったりとかもするので、ぜひ一回利用してみてください。はい、以上私のオイシックス紹介でした。これを忘れてたな、これも多分めっちゃ入ってるよ、めっちゃ入ってんで、あこの中にも豆腐入ってる、わー、また後で見てみますはい、以上です、ありがとうございました。